して、現地でお得に見れたりしますね。日本よりも全然、公開が早かったり、僕もジョーカーという映画は、友達と見たんですけども、もう僕とその彼女だけでしたね。もう貸し切り状態見れるような感じ。あと、ビリヤードとかですね、は結構、フィリピン人も、うまかったりとかしますし、あと、ボーリングは普通にできますね。日本と同じような様子で。で、もちろん価格は日本よりもずっと安く。あと、意外なんですけども、南国でアイススケートが楽しめるっていうのは、僕、モールベイシャってパサイにある、マニラにある、大きなモールなんですけど、そこにですね、今も多分あると思うんですけど、アイススケートリンクがあって、普通に楽しめたりとか、逆にあれですね、フィリピンの人にとっては新鮮なんでしょうね。なので、結構、娯楽はいろいろあります。飲んだりとか、もちろん歌ったりとか、カラオケは少ないです。そんなに日本ほど多くないですけども、やっぱりありますね。あと、ライブバーとかですかね。で、現地でやっぱり飲む場所というのはかなりあって、本当にお酒の好きな国民で安いですし、